今川家に嫁いだ娘を見舞った武田信虎は駿河を後にして甲斐への帰路に着いた。だが甲斐国主を出迎えた関所の門が開くことはなかった。どうした、さっさと門を開けるか。信虎様、申し訳ございません。ここをお通しするわけには参りません。甲斐国主の命でございますゆえ。甲斐国主だと、まさか貴様ら。は、春信、そうか、お前か。お前がこの父になり代わり武田の当主になろうというのだな。おっしゃる通りにございます。しからば父上、これよりは駿河にてお過ごしくださいますよ。この信虎ともあろう者が子に国を追われるか、不覚であったわ。だが春信、因果は巡るぞ。信虎の強引な手法に不満を抱いていた武田家の家臣や民衆たちはこの当主交代劇を喜びをもって迎えた。だが実の父を追放したという事実は春信に強い覚悟と焦りを抱かせることになるのであった。